はい、どうも僕です。本日、もうウォーキング行ってまいりました。すでに終了です。本日の、歩いた距離確認していきたいと思います。こちらですね、2時間と13分、 10km です。まあ2時間歩いたのでね、約 10km かなっていうふうに思います。本日ご紹介するものこちらでございます。ほっ、こちらでございます。カルピスのジンジャースパークルでございます。ジンジャーという感じなんでね、ジンジャーエールとカルピスが合わさってるのかなと思います。どんな感じなのか実際いただいてみたいと思います。あ、結構炭酸がきついですね。普通のカルピスソーダに比べると結構喉の刺激は強いかなっていう感じですね。で、このジンジャーの感じが思っていたよりはそんなにきつくないので、ジンジャー感はそんなに私は感じなかったかなと思います。ジンジャー苦手な人はね、逆にいいのかなと思いますが、どちらかというと炭酸がね、きついっていうところの方が、すごく率直に感じるところではあります。はい、あと嬉しいのがね、このカルピスソーダネオカロリーオフっていう形でね、100ml あたりエネルギーが16キロカロリーっていう感じなのでね、甘さも若干控えめっていう形、甘さはあるんだけども、カロリーは控えめっていう風になってますのでね、ダイエットの方なんかには嬉しいかもしれないですね。最後にまとめると、ジンジャーってね、結構冬場の商品というイメージありますけども、これだけね、なんか炭酸が喉にこう結構くる強い炭酸っていうのは、私としてはどちらかというと夏場に嬉しいドリンクかなっていうふうには思いました。もしよろしかったら皆さんも、飲んでみてはどうでしょうか。そしたらね、今日は、もうウォーキング終わってるという形でね、ウォーキングのシーンは一切なしという形で、新しい形の動画になりました。では本日は以上で終わりたいと思います。10月3日、ウォーキング10キロという形で終わってます。じゃあバイバーイ。